はいどうも、徳良健です。今回は、ベスト11企画なんですけど、前回やった時は自分がチームメイトの中での歴代ベスト11だったんですけど、今回は女性の方必見、もう僕の独断と偏見でやる J リーガー男前ランキングです。はい、早速男前をいろいろ調べてた中で、今回は4-4-2のフォーメーションで考えていきたいと思います。じゃあまずはキーパーはヴィッセル神戸の飯倉弘樹です。飯倉弘樹は、僕自身中学ぐらいから同じマリノスで、マリノスの中でも別のチームだったんですけども、小さい頃から見てて、小さい頃から足元うまかったですし、今それがヴィッセルを支える戦術の一つになってて嬉しいと思いますし、甘いマスクでああやって守ってて、もうすごいもうかっこいいなと思います。左サイドバックは FC 東京の小川亮也選手。もう縦横無尽に走る運動量と、なんだろう、こう結構戦う感じなんだけど、なんか甘い顔してる感じ、そのギャップにかっこいいなと思います。センターバック、もうこのセンターバックは結構悩んだんですけど、1人目は川崎フロンターレの谷口翔選手です。いや、もうシンプルにもうかっこいいっす。対戦しててもこうなんかひょうひょうと仕事をしながら、こうもうなんか汗拭く感じもすごいかっこよくて、男でも惚れちゃうようなかっこよさかなと思ってます。で、その相方はヴィッセル神戸の大崎レオ選手です。結構こう谷口翔選手がちょっと薄い顔だとしたら、大崎レオ選手はちょっと濃いめ、このなんかバランスがセンターバックすごいいいんじゃないかなと思って、個人的にもプレースタイルもすごい好きなんですけど、なんかもう雰囲気もプレースタイル同様、なんかあの髪の長い感じなびかせながらやってる感じがめちゃくちゃ僕は好きっす。右サイドバックは、名古屋グランパスの宮原和也選手です。いや、もう誰が見てもかっこいいっていうタイプの典型的なイケメンって感じです。で、中盤に移ります。中盤ダブルボランチ、一人は川崎フロンターレの大島亮太選手です。もう有名すぎてみんな分かると思いますし、あの甘い顔から繰り出されるもうこう殺人スルーパスみたいなに、相手チームはもうどんだけやられてることか。もう一人の相方はコンサドーレ札幌の深井和樹選手です。深井はこう物静かなんですけど、チームメイトとしてもやってるんですけど、こうなんだろう、ハートすごい熱いものがありますし、なんだろう、ザ日本人っぽいかっこよさ、切れ長の目で女性ファンも多いなっていつも感じながらやってました。で、左サイドハーフマリノスの大津祐樹選手です。もう柏レイソル時代かな、なんてかっこいいやつがいるんだって思ったのを今でも覚えてます。はい、で、右サイドハーフは川崎フロンターレの家永晃弘選手。もう2年前か、MVP も取ってますし、僕も同い年なんですけど、もう高校時代からもうめちゃくちゃ有名で、もうああいう人がプロになるんだなって、もう同年代の選手たちが中学高校で憧れるような存在で、その若い頃からの憧れが未だにこうやって一線でやってるっていうのは、もう僕自身もすごい刺激になりますし、すごい嬉しいですし、家永選手もこうひょうひょうとやりながらめちゃくちゃ闘志は熱いし、結構手癖悪いしみたいな感じで、ダンディーな男前って感じですね。で、フォワードめちゃくちゃ悩んだというか、この2人はもう妥当なんですけど、それ以外が全然いなかったっていう印象、悪い意味ではなくて、中盤とかディフェンスラインに比べたら、はい、1人は柏レイソルの江坂当たる選手。もう見た目もぱっと見かっこいいんですけど、何がかっこいいってゴール決めた後に全然喜ばない感じ、僕もう絶対できないので、僕すぐなんか目立ちたがってキャッキャしちゃうんですけど、でもなんか怒ってんのって思うぐらい決めた後、そのゴールセレブレーションがめっちゃかっこいいし、なんかああいうのにキュンとくる女性ファンはめちゃ多いかなと思います。
で最後フォワードヴィッセル神戸の田中純也選手です。もう田中純也選手ももうパッと見かっこいいですし、もう一番整ってる、もうシンプル、うん、かっこいいっす。こうしてみるとヴィッセルから飯倉浩樹、大崎レオ、選手、田中純也選手で3名、フロンターレから、谷口翔吾選手、大島亮太選手、家永明宏選手3名ずつっていう感じで、ちょっと偏ってしまって、残念ながらセレッソからはちょっと選ぶことができなかったんですけど、セレッソにもとってもかっこいい選手はたくさんいるので応援してください。皆さんが選ぶ男前ランキングも、YouTube のコメント欄にぜひ書いてください。僕結構それ見るの楽しみにしてるんで、ぜひよろしくお願いします。待ってます。そんなわけで僕が独断と偏見で選ぶ男前ランキングどうでしたか？いいと思った方はチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。